今回は、しめ鯖と、炙りしめ鯖の作り方をやっていきます。しめ鯖の作り方、さばき方などは別に動画を上げているので、そちらをご覧ください。概要欄に貼っておきます。最初に、腹骨をすいていきます。刺身の場合ね、この腹骨、あと小骨も抜くんですけど、骨が残ってるとね、刺身で食べた時に口に残りますので、ここできれいにしていきます。小骨はね、骨抜きなどでね、きれいに抜いてください。骨抜きはね、100円ショップなどでもね売ってますので、そちらを使ってください。指などでね触ってみると、骨が分かりますので、試してください。ここでね、身の表面の薄皮を引いていきます。手などでね簡単に引っ張って取れます。端の方はね口当たりが悪いので今回は使いません。今回はね八重作りにします。軽くね切り込みを入れて、次に切りつけるようにします。今回に炙りしめ鯖も使いますので、半身を使います。盛り付けはね、妻、大葉、わさびのシンプルなもので、今回は盛り付けていきます。お好みでいいと思います。あと薬味などもね、添えていただけると美味しいかと思います。最後までねご視聴いただき、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。はい、こんな感じです。次にね炙りしめ鯖ですね。バーナーなどでね表面を炙っていただいて、この状態でね冷蔵庫などでね5分くらい身を締めます。はい、この状態です。こちらも八重作りにします。最初切り込みを入れて、切っつける感じですね。尻尾の方はねちょっと硬くて、今回は使いません。一応食べることもできますのでね、お好みでどうぞ。妻、大葉、わさびのシンプルなもので盛り付けています。